重ね拭きですね。日波株式会社の横断ルーフ S というものをカラベスの上に重ねて貼っていくような作業ですね。今日はちょっと薬門の施工してるみたいなんで、職人さんに説明してもらいながら撮影ができたらと思ってます。薬門って何なんですか？僕らはそういうふうに言うんですけど、なんか薬門言うてもなんかあの俺からしたらさ、麻雀のあれかなと思う、はい、薬味みたいなもんですね。薬味、はい、ちょっとわからんな何やそれ、薬味ってわかんないですね要はそのこういう大きい広いところはまあほんまの屋根材で、屋根材本体、本体ですね。その部材っていうのを僕らはまあ薬門っていう、だから要はこういうなんかこう端っこのやつとか、そういうのを薬門っていうんですね。でそれを今つけていってるんです。そうです。ちょっと今あの撮影してもらってちょっと悪いんですけども、ちょっとコーキングの方ちゃんと見ますので、ちょっとコーキングの方取りに行かせてもらっていいですか？わかりました。もう大体7割ぐらい貼ってもらって、結構いい感じで屋根も全部貼れてて、で今回ちょっと勾配が、屋根の勾配がきついんで、屋根の足場、屋根足場っていうのもちょっとさせてもらったと。これがないとやっぱり屋根屋さんも結構きついですよね。やっぱ屋根滑りますね。やっぱ滑る。はい、あの普段滑らなくても、うんうんうん、やっぱり一度でもね滑ってしまうとやばいですよね、うん、ほんまに死亡率高いですもんね。そうですね、下まで落ちなくてもやっぱり滑っていくと、僕らはこの腰にいっぱいつけてるんで、屋根を傷つけてしまうっていうのは。あ、そういうことか。ある程度長さは測ってくる。あ、なるほどなるほど。とりあえずこの辺はねざっくりそれで感覚っすと、感覚って言った言い方悪いけど、経験に基づいてる感じです。荒切りなんで、まあ、他の職人さんもそうだと思うんですけど、はい、結構感覚的なところって多いっすよ。あ、そうなんですか。なるほど。番号書いてどこの材料で。あ、そういうことか。長さ下でやるんですか。あの加工するときに1番2番3番で自分が決めた番号でどこの材料っていうのを分かるように。で地上でやるんですか、それは。加工するときに。あ、そういうことか。もう加工するときにもう作ってきてんねや、はい、流れ方向を見て大小を作るんで。あ、そういうことか、そういうことか。どこの材料なのかがいっぱい種類があったら分からないんで。なるほど。喋ってたらあれですね。ちょっと緊張しましたか。いや、喋ってたらなんか邪魔しました、ね。はいはい。それでもあとビス止めするだけなんですか、それって。そうです。ええー。これも中にこのステが入ってるんで、ステバンキン。でステの上に普通にしてるんです。ステバンキンを入れて。じゃこれはもう見た目だけですね。ああ、あれはもうそのステで止まってるってこと。あ、まじまいはできてるってこと。そうです。なんで、でパッキン付きなんで、あ、そういうこと。で、まあ、あの、なんですかね、一応この下からはね水は入るんですけども、ほうほうほう、捨て水切りの上に止めてるんで、あ、そういうことか。そうです。なんか大丈夫だ。パッキン付きのやつを使うんだ。別にここはパッキン付きじゃなくても下もいいんですけど。いけるんですね。あのどっちみち下から入るんで。今年どうですか、忙しいですか。去年ちょっとしんどかったですね。去年はもうやばかったですね。もうすごい状況でしたね、まあ、多分どこも一緒だと思うんですけど。そうですよね。廃業されたところとかあるんですか。どうなんですかね。それは友達では聞かんって感じですか、はい、周りでは聞かないですね。あ、でも僕らの場合自分の仕事がなくてもなんやかんやと応援とかあるもんな。そうですね。こんなことやらはんの。そうです。
で次のこっち側上がってきたやつでここでもっと正確に細かく合わせて、ほんでこの胸をやるんですか。そうですね、どてっぱら。そうです、これをこうこう返してんのや。そうですね、次こう上がってきたやつと上がってきたやつでここの頂点で、あーまっすぐして、そうです、最後止めにすると。なるほど、さっき切ったのはもうその隠れるところまで。なるほど、で全体的な止める位置のあ、うん、あれを測っていて均等に測あの打っていくんや。そうですね、だいたい600前後ぐらいで僕は止めていくようにしてるんです。600スパンで打っていく。600前後ぐらいです。まあそれは別にどうでもいいんですか。そうですね、飛ばんかった。あのそれは人によって、まあ、500ピッチであったり700ピッチであったりいろんな人がいるんですけど、まあ、僕は600前後ぐらいっていう、まあ、住宅の場合はね大概こう木にこのセメントを塗ってる。セメントを塗ってるんで、だから霧で穴開けなあかんねや。あ、一旦霧で穴開けてのビス打ちか、ね、インパクトに2本持ちしてる人とかおるんですか。あ、いますね、霧用とビス用とね。うん、こんなん全く分からへんもんね、お客さんってやってこれ。そうですね、もうね、どうやってるかあれと、うん、ね、本当の硬いやつだったらね、はい、ハンマードリルといって振動の鉄で考えていけないんですけども、大体まあ住宅のところだったら多分もう2センチとか3センチぐらいしか塗ってないので、そんなインパクトの力でもいける。結局こういう焼くものが難しい。これが結構勝負かかる。